大相撲の貴乃花親方が今日日本相撲協会に退職届を提出し、記者会見を開いてその理由や退職への思いを語りました。私貴乃花、本日公益財団法人日本相撲協会に年寄りを引退する旨の届けを提出いたしました。貴乃花親方は退職届を提出した理由について、弟子の貴ノ岩に対する元横綱春馬富士の傷害事件をめぐり告発状を提出しましたが、認められなかったことなどを挙げました。告発状の内容が事実無根な理由に基づいてなされたものであることを認めないと、親方を廃業せざるを得ないという有形無形の要請を受け続けてまいりました。真実を曲げて告発は事実無根だと認めることは私にはできません。一方でこのままでは私はどの一門にも属することができません。貴乃花親方の退職について町の人は、いや思い切ったことはね、ねえ貴乃花だってよかったし、それから若いのも育っているのに、あそうですか、それ驚きです。寂しいですか。ねえ若鷹で育ったからね、残念だね。寂しいというよりか、貴乃花親方は苦渋の決断ではあるが、将来を見据えて断腸の思いと心境を語り、今後について土俵には携わっていきたいと話しました。寂しくて寂しくて